元老院はイタリア共和国の議会。サルデーニャ王国において1848年5月8日に設置され、リソルジメントの官僚とともに、元共和国の前身であるイタリア王国の議会となった。任期は5年。元老院議員は公選制であるが、憲法第59条の規定により、大統領の任命により、就寝の上院議員が例外で認められている。なお、 終身議員は政党に所属しない。2020年9月以降に実施される総選挙からは200議席で、これに終身議員が加わる。2020年9月の時点では315議席、終身議員であったが、2020年9月20日から21日にかけて、イタリア共和国憲法第56条、57条、59条を改正し、 上下両院の議員定数を削減する憲法改正案の是非を問う国民投票が執行され賛成票が7割に達し改正案は可決された。これにより元老院は315から200に削減されることが決まった。各州の最多得票政党が各州定数の55%を獲得、残余議席を第2党以下で比例配分。 2018年3月4日の総選挙の結果を受けた各会派の議席数は以下の通りである。総計315。ありがとうございます。